君たちのその大切な部位の中にはそれぞれ甘いお菓子が入ってるんだよ。市販のお菓子が少なくとも一個はね、ありふれていたり有名だったりちょっと滑稽だったりするけど、こっそり忍ばせてる場合もあるけど、ほとんど自然発生的にそこにあったはず。言わなければ気づかない人も多いよ。だってそこはとても恥ずかしい部位だからね。まあいいさ、とにかく私にはわかるんだ。いくらおいしくてもお菓子は毒だよ。そのうち全身がしびれてくるはずなんだ。つまりね、とっても甘い罠ってわけなのさ。